コモンドールコモンドール、コモンドルとは、ハンガリー原産の森畜用犬種である。追いたちについては、よくわかっていないが、古くから存在する犬種である。ベルガマスコシェッパードドッグやマレンマシープドッグのアブルテーゼタイプのものなどが、作質に用いられたと考えられている。このコモンドールという名を得たのは1544年であり、それ以前から存在していたことが確認されている。主に、 森畜犬として使われ、羊を狼や泥棒から守るのに使われていた。なお、羊を誘導する牧羊犬としての仕事は、ムーディ、プーミー、プーリーなど牧羊専門の犬種が務め、羊を守ることがコモンドールの専門職である。長い間、森畜犬としてのみ使われていたが、近年は消毒として使われることが多くなってきている。現在も実用犬として、 多く使われているのは原産国ハンガリーとアメリカ合衆国だけであるとも言われている。しかし過去に絶滅の危機に陥ったことはなく今も頭数と人気が安定している。とはいえ手入れの大変さからペットとして飼育されているものは珍しい。コモンドール最大の特徴は縄のレンのように垂れた長いシャギーコートである。このコートは 狼などと戦う際に、牙が体まで入らないようにする、鎧のような役割を果たす。この厚いコートは、見重構造になっていて、上毛は荒く固めのオーバーコート、中毛は油分の多い水を弾くミドルコート、下毛は細かく密接した、柔らかい肌毛で成り立っている。このため、寒さや雨風にも強い。毛色はアイボリーに限られる。 コートにばかり目がいってあまりその他の特徴を見る人は多くないが、マスティフのような筋骨隆々でがっしりした体格をしている。混ズると足は短く太く力が強い。銅は少し長めで耳は垂れ耳、尾は垂れを。耳と尾にも縄状の飾り毛が生えているため、遠くから見ると見にくく、それらの判別が難しい。 体高はオス65から8 0ンチメートル、メス55から7 0トルで、体重はオス50から5 9ラム、メス36から5 0ラムの大型犬。性格は優しく知的であるが、警戒心が強い。子供や他の犬に対しても仲良くすることができるが、見知らぬ人に撫でられるのは嫌いである。運動量は多めだが、 体重が重いため関節に負担をかけないように注意が必要である。かかりやすい病気は長いコートが目に入って起こる、メシッカンや大型犬でありがちな股関節形成不全、日本のような高温多湿の国で飼育した際に起こりやすい皮膚病、皮膚炎などがある。地面に寝そべるコモンドール本種はかなり飼育するのが大変な犬種であるが、その一番の要因は、 訓練が必要な点ではない。特有の縄状のコートの手入れが難しいことで、汚れやすい崖が,がほつれるのを防ぐために、頻繁なシャンプーやブラッシングができない。汚れた部分や、指紋は手で切ったり抜いたりし、ブラッシングは一切行えず、自自人の手でコートの形を整える。シャンプーは非常に大変で、小もしくはペット用の犬は月に1回。 実用のものは年に一回行う必要がある。数人がかりで縄状のコートを一本一本ほぐれないように丁寧に洗い、タオルで水を拭く際も一本一本丁寧に拭く必要がある。このように手入れに非常に手間がかかるため、ペット用のものはライオンクリップを施されていたり、完全にコートを刈り取られている場合も多い。ちなみにコモンドールのコートは成長に伴って伸びていき、 個体によって長さが揃うまでの期間が異なる。子犬の頃はテディベアカットを施したプルドルのような用紙をしている。ありがとうございます。